でバナナのフォーウィンドシンセということでね、あのこの動画ではあのウィンドシンセで使えそうなこういうねこういったシンセをいっぱい紹介していけたらなと思うんですけど、去年始まってで結局去年は1本しかあげられなかったんですけどね、あの今年もあのこうやっていろいろ紹介していけたらなと思って動画を撮っています。ということで、ウノシンセプロ X、 あのウノシンセって今まで2機種あったんですよね。あの初代のウノシンセがあって、でその次ウノシンセプロって2種類あったんですよ。なんかタッチの鍵盤とあのあれですね、物理キーボードというか普通に鍵盤付きのモデルがあって、で去年こうシレットプロ X っていうのが出てですね、これ一番のなんか変化点としてはこうノブが増えたんですよね。あの特に初代なんかは本当にノブが本当に4つか5つぐらいしかなくて、であのこう細かいメニューとかをこうあのボタンを押して、だからこの1つのノブに何個ぐらい機能あったんでしょう。相当機能があったんですけど、ね、切り替えあの見た目すごいフラットでなんか洗練されたというか、それでもアナログシンセっていうところで画期的だったんですけど、やっぱりこう操作しがあるととても分かりやすいです。というのもなんかノブが多いと複雑そうに見えるんですけど、この一つのノブに一つの機能、まあ、あのちょっとこれまたシフトボタンを押しながらで機能違ったりするんですけど、基本的にはあのよく使うところは全部ノブで出てくれてるっていうのが特徴だし、まあそこメリットですよね。分かりやすいです。ウノシンセプロ X、 あのこんな大きさなんですよ。比べてみましょうか。このカニパンと比べるとこんなんですよ。はい、あの僕が毎朝食べてるカニパンです。はい、小学生の時から食べてます。中身はですね、なんとこれ完全にアナログシンセです。でオシレーターが3つあって、今のかな、あの3つのオシレータープラスあのノイズが使えるので結構音が太いっていうのと、アナログシンセなのにこうねフィルターが2つあるんですよ。ここう縦の列で2列あるんですけど、このフィルターの位置がですね、あのハイパスとローパスを兼ねされた OTA っていうか、なんか OTA フィルターっていうのと、こちらがですね2ポール4ポール選択が可能なあれです、あの 24dB なんですけど、あの最近で言うとプロフェット5ディビジョン4とかに入ってるフィルターと、まあ同系統のものっていうのがなんとアナログなのに2つ用意されて、まあ、あのアナログモデリングとかだったらあのこうボタンでポチポチ切り替えてボタン1つなんですけど、完全にディスクリートなので基板上に部品いっぱい載ってますよ。物理的にもうフィルターが2つあるっていう、ウィンドシンセってフィルターを動かして吹いたりしてるので、非常にこのフィルターの種類が多いとありがたい。であとエフェクトもあの序盤で結構ゴリゴリにかかってましたけど、エフェクトもモジュレーション系と、あとディレイとリバーブですね、これ3系統を乗せて、で当然あの音色メモリできますからねっていうところで結構使えるんですよ。今僕これあのニューラットを使ってます。この今ワイヤレスMIDIですね、この CME の WIDI っていうのを使ってます。あの WIDI マスターですね。で当然あのMIDIケーブルでもつながりますし、あとはアサイン自由なこの CV とかもついてるんです。結構すごいですよ。なのでまあブレスの設定とかは必要なんですけど、そういうブレス の信号が、設定可能なウィンドシンセなら全部対応してる。まずウィンドシンセの指定としては、まずここのフィルターの位置を動かしたいっていう時は CC が28番です。でこのここですね、フィルターの2番目を動かしたいときは35番に設定するっていう。であのこれフィルター2系統動いてるんですけど、あのここでこのボタンを押すと、ね、でちょっと画面見づらいと思うんですけど、これシリアルっていうのがいる。シリアルって直列なんですよね。こういくやつ、おシリターから出た信号をこうフィルター1と2を通過させるモードなので、例えばこっちをブレースで動かしたとしても、こっちが開いてないとあの通らないんですよね。なので、
基本的にはこのパラレルっていうのにしていくと、あのオシレーターから出たこの信号が一度にこうですね、まあパラレルって平行って意味なので一度に1があって2があってこう両方にとってくれるので、こうパラレルにしておいて、まあどっちにしようかなっていう。で動かすときは当然このフィルターは全部0にしておいてください。で当然あのウィンドウ申請用のプリセットっていうのは入ってません。それはもうどの申請もそうなんで、なので後で1から作ってみようと思うんですけど、ちょっと使えそうな音を散策していこうかなって。例えばこれ2番使えそうだなとか思ったら、まずこれはねパラレルにしておくんですよ。でモードがいろいろあります。演奏のですね、ここボイスっていうのを押すと、まずレガートっていうのにしておくと、ウィンドシンスで弾くときとかは音程が滑らかに変化するのでレガートにしておきましょう。ただ他にもこのパラフォニックって言って、基本的にはモノフォニックシンセなんですけど、3つのオシレーターを分裂して使うこともできるっていう。であとここに鍵盤があるんで、例えばこれグライドも対応してるんです。イーウィとかね、何でも指定はできるんですけど、例えばニューラットの場合、ここ触れた時にグライドつけたいなと思ったらですね、これですよ、この下の方にですね、このエクストラコントローラーっていう設定があるので、この B を65番にしておくとこのグライドのオンオフになるので、触れた時にグライドがオン、離すとオフっていう感じ。このタイムはここで触っておくんですよ。例えばこういう音とかも、まずはこうレガートにして、まあグライドはお好みで決めればいいです。であとはこのエンベロープって、音の立ち上がりから立ち下がりまで、その音量の変化とかの部分なんですけど、これは持続しておいてほしいので、ちょっとディケイはマックスにしておくっていう。色変えるときはこれ回してパチッと、これなんかすごい分かりやすいです。16番のダークシンセって音なんですけど、これ今運指を切り替えるとパタパタ言うじゃないですか。でそういうときはこのレガートを押すと、音程が滑らかに変化するようになる。であとはこのアンプディケイをマックスにする。フィルターノブをもう最小値にしておく。プリセットからさっきのおまじないをいろいろいじったやつ。128番以降だったらどこにもなくのエンプティー。
エンプティ、デフォルトも息で音が鳴ります。これがまずこのオシレーター1だけが今使われている状態ですね。例えばこれオシレーターにメモリの位置はさすがに自動で動かないので、これ例えば2を上げていく、で例えばこの2のチューンですね、こんな感じでオクターブ違いで、で3番とかも例えばめちゃくちゃこう低い音を入れたり、であとはちょっと今1番だけにして、これ波形も変わります。当然ここにあるんですが、波形選択というよりはこう回していくと変わるんですよ。ギリ波があって、区形波になって、区形波のこのパルス幅を変えて、また音色の変化がつくっていう。三角波とノコギリ波の中間とかもできますね。今ノコギリ波にしときました。パラメーターはこの辺でいじれるんですけど、こうパラメーターいじった後に、ここでも変わるんですよ。データっていうのをですね、さっきこのチューンとかもすごい5度とかをこうシビアなところを、これカチカチっていう感じでちゃんと微調整みたいにもできるので、割とこのノブを触った後に画面が表示されてるうちは有効です。であとはこれ結構今寂しいので、ここねエフェクトでこれ切り替えできるんですけど、この R っていうのがリバーブなんですよね。リバーブの長さとかよりもサイズとかフィルターいろいろあるんですけど、これアマウントを回すと、アマウントっていうのが全体のかかり量ですね。やっぱりこのエフェクトがかかるとだいぶ音が臨場感というかちょっとゴージャスな感じになりますね。フィルターのタイプを各種見ていきましょう。今設定しているのはプレスの信号は28番に設定しています。ニューラットでいうとこのセットアップブレスのブレスの CCB CCB 今28番になってます。こっちですね、こっちのフィルターが有効になってます。パラレルにしとくと分かりやすいです。
結構レゾナンスをめっちゃ聞くんですよね。こう上げていくともう発信してすごいキンキンするので音量めっちゃ下げるんですけど、見えていきますね。もうめちゃくちゃアナログって。